カール・ロジャーズは、アメリカ合衆国の臨床心理学者、来願者中心療法を創始した。カウンセリングの研究手法として、現在では当然のものとなっている、面接内容の記録、畜語化や心理相談の対象者を患者ではなく、クライエントと称したのも彼が最初である。1982年、アメリカ心理学会によるアンケート調査。 最も影響力のある10人の心理療法家では、第1位に選ばれた。学生時代に一度、その後も二度来日している。イリノイ州オークパークにて、プロテスタントの宗教的に厳格な家庭に生まれる。1919年に、ウィスコンシン大学に進学し、父の農園を継ぐために農学を専攻するが、YMCA 活動を通じて、キリスト教に興味が移り、 牧師を目指すために、私学に専攻を変える。ウィスコンシン大学を卒業した2ヶ月後に、妻ヘレンと結婚する。ユニオン神学校に入学するが、牧師を目指す道に疑問を感じ、コロンビア大学教育学部で臨床心理学を学び、在学中ニューヨーク児童相談所の研修員になる。卒業後、ロチスター児童虐待防止協会で12年管理院賞に、携わる。 その中で、従来のカウンセリング理論に疑問を感じ、自らの理論的枠組みを形成し始める。オハイオ州立大学、シカゴ大学、ウィスコンシン大学で、教授職を得て、教育と研究に従事し、支持的カウンセリングを提唱する。これが後に来断者中心療法と称されるようになり、さらに、パーソンセンタードアプローチへと発展する。 ロジャーズは精神分析には否定的であったとされるが、ジークムント・フロイトの皇帝の一人夫をトランクからの影響を明言している。西部行動科学研究所に移籍後、人間研究センターを設立し、精力的にエンカウンターグループの実践、研究に携わる。さらに、各国の紛争地域でエンカウンターグループを実施し、世界平和に力を注ぐ。 1968年には、その記録映画の一つ、出会いへの道がアカデミー賞長編記録映画部門で最優秀作品賞を受賞した。ロジャーズのカウンセリング論の特徴は人間に対する楽観的な見方にあり、それはフロイトに見られるような現在的な悲観論とは対象をなすものである。彼によれば、人間には有機体として自己実現する力が自然に備わっている。 有機体としての成長と可能性の実現を行うのは人間そのものの性質であり本能である。カウンセリングの使命はこの成長と可能性の実現を促す環境を作ることにある。自分自身を受容したとき人間には変化と成長が起こる。カウンセラーはクライエントを無条件に受容し尊重することによってクライエントが自分自身を受容し 尊重することを促すのである。ありがとうございます。